こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性におすすめの冬のトップス5000というテーマでお届けをしたいと思っています。まあ、12月に入ってそろそろですね、冬本番という形で、まあ、皆さんもですね、冬服急いで買い揃えている頃かなと思うんですね。まあ、ファッションのアイテムには様々なものがありますが、 その中でも上半身に位置するトップス、やっぱりですね、大きく印象を左右するものなので、ぜひ皆さんもですね、自分の中で気分が上がるものを選んでいただきたいなと思っています。そこで今回は、今すぐ Web で買えるものを厳選しまして、 5種類ですね。皆さんにトップスをご紹介したいなと思っています。まあ全てをですね、持っておく必要は全くなくて、この中から気に入ったものが2、3パターンあるだけでも、あとはボトムスとの組み合わせ、そしてこのトップスの上にアーターを着るだけで結構様々な着こなしが実現できますので、まあ、気になったものがあったらぜひチェックをしていただきたいなと思っています。僕自身も結構今年はたくさんのトップスを買ってですね、いろいろとファッションを楽しんでるんですが、まあそのですね、経験も踏まえて、 皆さんに全力でお伝えできればなと思ってますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからは具体的にですね冬におすすめのトップ2皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが 一点目、これはですね、僕にとってはもう欠かせないアイテムで、今も着ていますが、ニットというジャンルですね。僕もいろんなものをですね、これまでニット買ってきましたが、まあ、今回、今すぐ買えるというところでお勧めしたいのは、フォー,マーセブ7エディフィスのですね、ブリティッシュライクウールニットというものですね。価格は8800円ということで、まあ、いわゆるですね、ニットの中でもそこまで厚すぎず、薄すぎないような中肉厚のものになっています。 僕が今着てるものは、これ普通のエディフィスのものなんですけども、もうちょっとローゲージで厚手のものになるんですね。まあこういったものも使いやすいんですけども、まずベーシックで使いやすいようなニットといえば、厚みは中肉厚になってくるかなと思うんですね。まあその点こちらの417エディフィスのものはですね、そんなに厚すぎないですごくバランスがいいかなと思います。襟元はですね、リブちょっと太めになっていまして、本当にベーシックなニットというよりは少しポイントがあって個人的に はこういったディティール大好きですねあとはですね肩にこういったところもベーシックな無地のニットだからこそちょっとしたアクセントになるのでなかなかですねバランスがいいんじゃないのかなと思いますシルエットは程よく言ったりですトレンド程よく取り入れというところではちょうどいいサイズ感ですね、まあ、大きすぎてもなかなか僕たち30代後半から40代の世代だとそれまただらしなく見えてしまうし肩 と言って、ビタビタにタイトなものも、やっぱりトレンド感があまりに遠すぎてしまうので、なかなかバランスが良くないので、まあちょうどいいサイズ感ですね。まあベーシックなニットなんですけども、本当に細部にこだわって作られた、そんなニットになってるかなと思います。で、ニット自体がちょっとメランジ調になってるんですね。色のムラ感が楽しめるので、ペタッとした色合いではなくて、奥行きが感じられるような、そんな色合いになってるのもすごく良くて、まあカラー展開も豊富なんですね。個人的には、 結構ですね、ネイビーがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ネイビーといっても結構見え方が色によって様々で、ブラックに近いようなネイビーもあれば、本当にこう青みが強いネイビーがあるんですが、まあ、最近は結構ですね、ちょっと明るめのネイビーみたいなものが旬になってきているので、こちらのですね、ネイビーも割とちょっとこう紫がかったような青みの強いネイビーになっていまして、なかなか色の風合いがいいのかなと思います。地味になりすぎないので、1枚でもちゃんと着栄え してくれると思いますしこの上にですねダウンだとかコートを着た時もバランスがいい仕上がりになってくるかなと思いますあとはですねまあ、グレーなんかもですね都会的な深めのグレーですごくいい雰囲気かなと思いますねでちょっと難易度上がるかもしれないですがブルー A と呼ばれるものもですね結構明るい水色に近いような感じなんですがすごく差し色としては綺麗なのでこのあたりも含めてなかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思います一押しはネイビー2番手グレーという形で覚えておいていただくといいかなと思います 思うんですがまあ、セレクトショップのオリジナルのニットでやっぱりこう1万円以上のものが圧倒的に多い中で、まあ、8000円台というところはすごく価格的にもまだ手が届きやすいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています はい。続いて2点目のアイテムなんですが、シャツですね。まあ、こういったアイテムもですね、冬場、なかなかですね、1枚で着ることはないんですが、重ね着の一つのレイヤーとしてもですね、活躍するので、やっぱり1枚持っておくと便利なのかなと思います。僕自身もシャツは大好きで、冬場もですね、重ね着のパーツとしてよく使っています。その時にやっぱり使いやすいのは、バンドカラーのシャツだと思っていまして、皆さんにお勧めしたいのは、グリーンレベルのビエラ長袖ロングバンドカラーシャツ というものですね。 価格は8800円ということで、これも1万円未満というところで、すごく買いやすい価格帯かなと思います。まあ最近ですね、この襟型バンドカラーというのはですね、だいぶ浸透してきたかなと思います。僕の動画の中でも結構レギュラーカラーとバンドカラー、両方お勧めすることが多いんですが、個人的には結構バンドカラーが好きなんですね。それなぜかというと、単体で着てももちろんトレンド感があっていいのと、あとは重ね着がしやすいんですね。まあ、このようなシャツの上にジャケットを着てもいいし、 あとはカーディガンを着てもいいし、まあこれからの季節だったらコートをダウンだとかそういったものを着てもいいんですが、割と襟周りがスッキリとしてるので、上に何かを重ねても襟が曲がったりすることがないんですね。これがレギュラーカラーだったりすると結構襟の収まりが左右非対称になってしまったりして、意外と難しかったりするんですね。その点、バンドカルシャツというのは重ね着に使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思います。まあ、シルエットに関してはグリーン レベルらしいいですね程よいゆったり感やりすぎないいバランスというとうころやっぱりですね、使い勝手の良い,い設計になっていますね。トレンド感がほんのりと漂うようなバランスになっていまして、なんといっても素材の風合いがいいですね。上品なコットン素材でできてるんですが、表面にですね、しっとりとした光沢感があるので、すごくですね、大人の男性に似合いやすいような雰囲気に仕上がってるのかなと思います。色合いもなかなか良くて、中でも個人的には、 オリーブじゃないですかね。これが一押しです。秋冬らしいですね、深みのあるようなアースカラーになっていまして、1枚加えるだけですごくバランスがいいかなと思います。この上にですね、ダウンを着てもいいし、先日ご紹介したグリーンレーベルのチェスターコートですね、こういったものを重ねてあげてもいいと思います。なかなか色味が良くて渋いオリーブなんですが、光沢感があることですごくバランスのいい仕上がりになってるかなと思います。そしてコバルトもなかなかいいんですよね。まあ、ブルー系の色合いなんですが、まあ水 色よりもちょっと濃いめで深めのブルーよりはちょっと明るめという感じなんですがこれまた光沢感があってすごく上品な見え方してくれるかなと思います春夏のコバルトよりは少し色が深みがあって秋冬らしいですねコバルトの仕上がりになってるのでこれまたいいんじゃないのかなと思いますこの上にネイビーのカーディガンなんかを重ねるのもすごくバランスがいいと思うんですねなかなか素晴らしい仕上がりだと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています第一ボタンまで閉めて 小綺麗に着るのもいいと思いますし、T シャツの上にさらりと羽織物感覚で着るというのもいいと思います。まあ、素材がコットンなので、秋冬だけではなくて、来年の春までですね、しっかりと活躍してくれるシャツなので、まあ、かなり使える期間も長いかなと思うので、ぜひその点も含めてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、パーカーですね。これまた1着あると、重ね着の際に重宝するんですね。まあ、別の動画でアウター編もお伝えするかなと思うんですが、まあ、その時ですね、例えば、チェスターコートだとか、ステンカラーコートのような、ロング丈の綺麗めなコート、こういったものの内側に、 パーカーを入れてあげるとすごくですね、綺麗めとカジュアルのバランスが取りやすいんですね。このフードがあるだけで、だいぶですね、着こなしにカジュアル感が漂うので、うまくミックスしてあげるとバランスがいいのかなと思います。まあそんなパーカーもいろんなものが出ているんですが、まあ今回お勧めしたいのは、ユニクロ U のワイドフィットフリースプルパーカーですね。これは僕も買ったので、まあ手元にあるものを持ってきました。まあこれはですね、正直結構ですね、賛否両論分かれるアイテムだなと思います。 レビュー見ていただくと、すごく僕自身も納得する部分が多かったんですが、まあ価格に関しては2990円ということで、値下げしていて、買いやすいというところ、ここは一つのメリットかなと思うんですね。表面はですね、フリース素材なんですが、圧縮ウールのような雰囲気が漂っていまして、フリースというよりはちょっとウールのような上品な見え方もしてくるので、そのあたりは個人的にもいいんじゃないのかなと思います。あとは色合いですね。僕はダークグレーを選びましたが、 グレーの中でも少しですね、混じり気があって、グレーとブルーを混ぜたような色合いが、なかなか見え方としてはいいんじゃないのかなと思います。ただ懸念点がいくつかありまして、首回りですね、着るときに狭いんですよ。ここの着脱がちょっとしづらいというのがあります。あとは肌触りですね、めちゃくちゃいいというよりは、少しチクチク感を感じる方もいるかなと思うんですが、そのあたりは対応する方法がいくつかあるかなと思っていまして、まずは僕はですね、サイズ、M を選んだんだですがおそらくもうワンサイズ上の方がいいと思います。 164cm、16 53kg の小柄な男性ですが、まあ M を着ることが多いんですが、まあさらにワンサイズ上げて、もうちょっとゆとりを持たせてあげてもトレンド感も出ると思いますし、着脱のきつさ、ここはうまくですね、カバーすることができるかなと思います。あとは着方なんですけども、ややチクチク感があると思うんですね。なので、半袖 T シャツの上に着るとちょっと苦手な方もいらっしゃるかなと思います。ですので、そういう場合は、この後ご紹介しますが、 ロンティーでモックネック型のものですね。このあたりを着てもらえば、 首元もうまくカバーすることができますし、腕も直接ですね、生地触れなければ全く問題ないので、そういった重ね着で使ってあげるとすごくバランスがいいなと思いました。一点だけサイズ選びですね、ここがすごく重要だと思うので、ぜひですね、皆さんもちょっと緩めというところを意識して選んでもらうと、このアイテムがめちゃくちゃ使えるようになるかなと思います。まだそんなに寒くない時期であれば、内側はモックネック、もしくはタートルネックの白のカットソーこれとの相性がバ 抜群にいいです。そういった着こなしもいいと思いますし、さらに季節が進んだら、その上に、チェスターコートかステンカラーコートを着てもらえば、すごくアイテムとしては活躍すると思うので、ユニクロ U のですね、今季のパーカー、価格が安くなってる今こそチャンスかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、先ほどの中にも少し出てきましたが、モックネックの白カットソーですね。 これは今季は1枚持っておくとすごく便利かなと思っています。まあその中でも選択肢が2つあるんですが、個人的にはですね、無印良品の肝ハイネック長袖 T シャツ、これがいいんじゃないのかなと思います。価格は1490円ということで、非常に買いやすいというところも含めてトライしやすいアイテムなのかなと思います。このようなシンプルなロン T に関しては、冬何枚あっても多すぎないぐらいかなと思うんですが、その中でも首元 ここが今僕が着てるような丸首よりももうちょっとですね、襟が高いもの、いわゆるモックネックだとか、あとはタートルネックだとか、そういったものをうまく使ってあげると秋冬は便利かなと思うんですね。まさしくこちらの無重視良品の肝ハイネック長袖 T シャツは モックネックよりは少し襟高くないかなと思うんですね。モックネックと丸首の間ぐらいの絶妙な高さ。これが個人的にはすごくバランスがいいなと思ってまして、首元しっかりとフィットしますし、かなり仕上がりがいいようなロンティーになっているのかなと思っています。先ほどご紹介したようなユニクロイのパーカーの内側に着てあげるだとか、あとは一番最初にご紹介した丸首のニットですね。僕も今着ていますが、 こういったニットの内側に着てあげるだけで首元に季節感が漂うので1枚持っておくとめちゃくちゃ便利だと思います。この首元の高さによって好みがあると思うんですね。できれば首元はそんなに窮屈じゃない方がいい方は 無重打ち良品がおすすめです。首元がある程度隠れて、暖かさを重視したいのであれば、ユニクロがいいと思います。このあたりは両者を比較しながら持っておくと便利かなと思いますし、まあ、僕自身は両方持っておいてもいいのかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、冬のロン T の一枚として、こういったハイネック、もしくはモックネックの T シャツを加えていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の冬のトップスなんですが、フリースですね。 もう冬になったらフリースは手放せないという方少なくないかなと思うんですね。ユニクロに行けばフリースいろんなバリエーションがありますがその中で大人の男性にお勧めしたいのはパタゴニアの名作シンチラというモデルですね。これ僕も持ってるんですが今日ですね事務所に持ってくるのを忘れてしまいました。先日キャンプに行ったんですがその際にも来たのでちょっと今クリーニングに出してる最中なんですね。まあこれですねもう名作と呼ばれるようなまさにど真ん中のフリースの なんでですがスナップ止めこれまたですね、レトロ感があって、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。シャープに見えるようなアイテムというよりは、どこかクラシックでレトロな雰囲気があるんですけども、これがですね、意外と大人の着こなしの中にはまりやすいんですね。細身のブラックのパンツなんかで合わせてあげてもいいと思いますし、まあ、今年ちょっとトレンド感があるような、白とかオフホワイトのパンツなんかで合わせてあげても、意外と相性が良かったりするので、 で一着あるととすすごく便利かなと思いますこのフリースの下に先ほどご紹介したようなモックネックのカットソーを重ねてきたりすると意外とですね、冬でも暖かかったりするので、これを主役にした着こなしもできますし、さらに寒くなってきたら、この上に例えばモッツコートを着てみたりだとか、 ロング丈のコートを着てみたりだとか、まあそういった重ね着のパーツとしても使うことができるので、まさに冬にうってつけのトップスなのかなと思っています。まあサイズ感もちょっとゆとりがあって、少し丸みがある感じがするんですよね。そのあたりも意外とですね、昔からあるアイテムなんですが、 今のトレンド感に合ってるかなと思います。いわゆる正統派のシャープでかっこいいようなデザインではなくて、ガサかっこいいみたいなところで言うと、例えばニューバランスのスニーカーだとか、バブワーのアウターだとか、そのあたりの文脈とすごく近いようなアイテムで、おしゃれが好きな男性の中ではもう一定の人気をずっとですね、キープしているようなアイテムなので、ぜひ皆さんもですね、アウトドアショップなんかで見かけた際には試着をしていただきたいなと思います。その魅力にはですね、一発ではなかなか気づけ 出なななないいこととも少なくないかなと思うんですが何回か試着をしていくとじわりじわりと良さを感じるようなそんなですね深みのあるようなアイテムかなと思うのでぜひ皆さんもですね今年買わなくても頭の片隅に置きつつ来年以降ですねチェックをしていただきたいなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では今すぐ買える大人の男性におすすめの冬トップスベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。まあどれもですね、もう定番的なものが多かったかなと思うんですが、まあその中でもですね、ちょっと今っぽく見えるようなモックネックの T シャツだとか、あとはちょっとクラシック感もありつつ、今の空気感に合うような、まあ、パタゴニアの新チラだとか、まあいろんなものをご紹介しました。この中で2、3枚ぐらいあれば十分に冬のコーディ ネトは決まるかなと思うのでぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ展開している YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3、4本、だいたいボリュームは20分から30分ぐらいというですね、かなり充実の内容でお届けをしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですね、動画をゆっくり見る時間、 時間がない方のためにオンラインサロンも主催していますまあそちらの方では文書と写真ベースでだいたい1分ぐらいで読めるような分量の記事をですね1日僕の方では2記事出していまして他にもスタイリストの方が参加しているので全体で1日だいたい5から7記事ぐらいアップされていますまあ、このサロンでは僕らプロだけではなくて参加されている皆さんも発信することができて結構いろんな記事が楽しめるんですね 先ほどご紹介した無印良品のカット層なんかはサロンの会員の方から僕が教えていただいたものなので結構いろんな情報が共有されるのでぜひそちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに